こんだけの山になってたらこれ結構やばいですよ。山？いやこれはだいぶたこ焼きですよ。あ、痛い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 。行きましたか？足の方に足の方に来ました。来ました。おお。え、これめちゃくちゃ見えますね。見えます。ハリケーデンからこんにちは、ビオハリ、上田です。お、バッチリですね。モデルでインスタグラマーのゆうこさん、今回もお越しいただいてます。あ、全然あのコロナですね、活動してもいい時期に伊勢神宮行ったんです、この間。あ、いいですね、はい、めちゃくちゃ良かったです。もう行きたいと思ってずっと行ったんですよ。あ、行ってないですか？はい、何年も行ってない。何でも行ってないですか、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。僕も一生に一回だけ行けばいいかなと思って行ったら、めちゃくちゃいいんじゃないですか。ああ、めちゃくちゃ良くて、毎年行ってます。もう11年。すごい。置いとけば2、3回ですね。私でももともと地元名古屋なんで、あ、近いじゃない。近いのに行ってない。もったいないですね。伊勢神宮、天照総御神様と、豊受けの神様ですね。内宮外宮行ってきました。もう最高ですね。はい、もう赤服を食べてるシーンなんですよね。食べました。いきなり本題に戻りますけど、今ちょっと生理前後、そうです、痛い感じ、はい、年々生理痛がちょっと重くなってて、産前は全然生理痛が軽かったんですけど、はい、産後になってから結構重く、なんかどんどん重くなってきてて、はい、PMS とかも、はいはい、結構ひどいかな。なんかあの、まあ、1週間前とかになると妙になんかイライラするというか、それが治ったらいいなと。生理不順の治療をしてあげると生理痛も良くなりますし、重くならなくなったとか、やっぱり体がすっきりこわばったりすると、まあ、イライラも出るんで、こう全体がリラックスしてるとそんなにイライラ感が出ないので、イライラすることもなくなったというか結構いらっしゃるので、こわばりから結構くるみたいな、まあいろいろですね、こわばりだけじゃないですけど、もちろん薬でリズムと整えたりいろいろやり方はありますけど、それ以外プラスアルファでやっていくと結構改善しますね。今日はそれを受けていただき、せっかくなので針だけじゃなくてあれのあれのあれとかもする。え、なんですか？はい、じゃあということで行ってみましょう。ゴー。生理痛の時こわばったりとかするので、まず体の体幹のこわばりもね、ちょっと見てみたいと思います。お腹、手を置いていただいて、体、右ひねってください。ちょっと待って。先生、どういうことですか？いやいや、こきって言ってた。硬すぎますね。反対向きはどうですか？え？え、どういうことですか？ということで、こわばってる感じですね。ジェントイチェンで解除します。普通に生理不順の時には腎の経絡とか肝の経絡が調子悪いので、2つのパターンですね。で、1つは小塊っていうところですね。この内くるぶしの骨の出っ張りの下にですね、ここに小塊っていうところ、ここに10円を貼ります。はい、で右手に裂血鉄棒があります、ね、この手首の線から指3個並べたら3つ目ぐらいのところ、動脈拍動部に1円を貼ります。それで結構腎の経絡で整う、はい、それでやってみましょうか。はい、行きます、ね、行きます。わけわかんない、おかしいぞこれは。おかしい、おかしい。手置いても行きましたね。行きました、行きました。で、なんかですね、ちょっと出血量が多かったりとか、逆に量が少なくてちょっと長いなとかですね、そういう場合はですね、対処ってとこがあるんですけど、1個目と2個目の指の間上がっていったところですね。ここに対処です。大体指水かき上がっていって止まるところに注意してください。はい。でですね、今度はこの手首の小指が骨の付け根のところですね。ここら辺に大体この芯を貼ってください。これね。これでも多分良くなると思います。ちょっと動きチェックしてみましょう。はい。多いですね。多いですね。こっちの方がいいですかね。こっちの方がスムーズに、はい、でこっちの方がいい方はですね、血ですね、ちょっと滞りがあるということですね。これで改善します。で、小塊裂血ということは全体のリズムと疲れ方、一番いい方をやってください。そうすると結構な生理痛改善になったりとか、生理痛改善になります、ね、ということで生理痛いってみたいと思います。 GO。
これ背中しっかりと流してスッキリしたいと思う。結構一応整ってるんですけどね、根本の生理不順のおけつのところね取っていかないとダメですね。肝臓が悪かったので普通の肝臓じゃないんですよ、東洋医学機能も入ってますね、ではですね、最初オイルで流した後に水玉スライドしていきたいと思います。ゆかさんの場合はオイル出してもいいかもしれないね。オイルないと痛いですよね。オイルないと滑りにくいんで。オイルありで。オイルありですか。で、生理痛とかあったりとか、この辺にやっぱり滞りがあるんで、最初スライディングしていきます。ちょっと柔らかめにします。これ大丈夫ですか。全然大丈夫です。全然大丈夫ですか。出ました。もうちょいプッシュ。ああ、これ結構出てきましたよ、赤いの。え、赤いですか。はい。なんでそんな淡々としてるんですか。よく行きます。これはきついですね。気持ちいい感じです。気持ちいい感じ。気持ちいい感じ。これはダメなやつな気がするんですけど、これ。リコさんだともう涙ですね。田中さんもここは悲鳴でしたね。ちょっと痛い感じになってきた。あ、でも、まあ、そんな感じですね。ちょっと待って。本当ですか。感じないのが悪いわけじゃないんですよね。悪くて感じない方もいます。感じ性の問題なんで。全然感じない方も。気持ちいいですね。なんか気持ちいいんです。もっとグググってやってほしいなっていう。マッサージだともっと。あ、もっと押して押してみたいな。そうなんですよ。大丈夫ですかって逆に聞かれるみたいな。親指多分その方もげてます、ね。あ、これ。これやばかった。こんだけの山になってたら、これ結構やばいですよ。これ大丈夫なんですか？大丈夫です。山？いや、これはだいぶたこ焼きですよ。たこ焼きが出来上がりましたか？大丈夫ですか？はい。入って。あの、魚の大根からたこ焼きに感じた。たこ焼き。手ごわい。やってる人の方が。あ、これ動きにくいんですよ、これこれ、トリさんが倒れてます。やばいんですか。いや、やばくはないですけど結構な力入ってますけど。そうですか。いや、もう相当ケツですね。それでは吸い流していきますね。それでは、5分経ちましたので、カッピングを取っていきます。あら。まあまあ、とろもってます。ああ。ああ。なかなか激しいですね。これで、それでは針をしていきたいと思います。生理痛とか生理不順でですね、骨盤内神経層を刺激してグーってですね、エネルギーを変えていくのと、また腰のね、おけつとか取っていくのがいいんで、これですね、上肢として上肢いきますね、どんどんいきましょう。押してますんで、人気モデルさんなんで。結構響いてますね。背面は強いですね。ああ、そうなんですかね。はい、不思議な。ああ、これですね。あ、こちら、あ、痛い。来ましたか？足の方に、足の方に来ました。来ました。ドトンと来ました。左はなんかあれ、なんか足に向かって、何かが走っていった。走っていった。不思議な。はい。あ、今調子、これも調子が刺さってるの。はい。全部ですか。ちょっとですね。ほんの9センチぐらいです。それはまたまた、そんなことは、そんなこと言ったら貫通しますもんね。そうですね。斜めに入ってるんで貫通はしないですね。
結構中はすごいことになってます。結構滞ってますね。あ、今なんかずんとずんときました。針のずんとしたのは一瞬来た後なんかすっきりしますね。すっきりしますそうなんですよ。これね、仙骨神経とかの刺激。はい、これでいいかな。普段はあんまりいらないんですけどね、ちょっとこれヒップのところに取っとく。これ大丈夫ですか。はい。あ、でも今チクッと。はい、これだけですね。これ響いてますか。大丈夫ですか。あー、ちょっと来ますかね。あ、来始めました。出て出て出て来始めました。だいぶ遅いですえ、まあちょっとこれぐらいにしておきましょう。今日はイントロダクションなんで、次回時間あるときにじっくり丁寧に、まあ、普段はしないですけどね。ちょっとそこはなんで、ちょっとバランスを取るためですね、一穴入れました。今日はだいたい使った針はですね66センチです。どういうことどういうことだ7分お休みいただきます。7分経ちましたね。針を取っていきます。どういうことだか出ましたけどこういうことですね。このくらい入ってましたね。普段浅い針でやっていきますけど、どうしてもっていう時は骨盤神経叢とかね、やっていきます。ほとんど刺さない針だったりとか、触れるような針でも結構改善したりとかしますのでね。今日は14年ですのでしっかり治療しました。それですね、動きを見てみたいと思います。ではですね、さっき肩が動きチェックしてみましょう。手を手を手を右目ですね。お、いきますね。見えます、見えます、ね、おえ、これめちゃくちゃ見えますね。見えます、ね、すごい。よかったです。生理不順とか生理痛とかで悩んでる方ですね、婦人科の方にチェックするのは非常に大事ですけども、フォローしながら日々のメンテナンスっていうのはこういった東洋医学で改善するとかなり体調良くなりますので、ぜひですねお問い合わせいただければと思います。治療院の方はですね、横浜元町とここ銀座にありますので、概要欄にある LINE からお問い合わせいただければと思います。またですね、横浜と銀座が遠いっていう方ですね、他にも全国で会員さんが400人ぐらいいますので、そちらの先生方をご紹介できたらなと思いますので、LINE からまたお問い合わせいただければと思います。新しい LINE ができてますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、今日はここまでになります。チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いします。下のチャンネル登録お願いしますね。はい、あれから1週間経ちました。施術の方が結構楽になってます。特にPMS が楽になってますね。はい、ありがとうございます。またお願いします。でもやっぱ入ってよかった。めっちゃよかった。めっちゃよかった。めっちゃよかった。入ってよかった。新メンバーの新メンバーです。女子新メンバー、ようこそファミリーへ。おお、一発で。すごいね。そしたら初めて53とかだった。何の会話。これ 最高何センチくらいだったよね。なんか前回私いつかは先輩狙ってそこまで行けるように私頑張ります。